ねえ、今も聞こえてる、私の歌声届いて、そう大さんの釣り大会に参加しにやってまいりました。桜がね結構咲いててね、気持ちよくラビットで走りながら到着しました。もうすぐ釣り開始の1時になります。1時から4時までの3時間でどれだけ釣れるかという大会です。何が釣れるか楽しみです。釣れたら食べますよ。おう、
が勝ちますから。あで、釣っちゃいけない魚っていうのもあるんで、それがここにこうありますから、ハヤね、ハヤは今の時期必要なんで、まあ、この辺をちょっと見ていただいて、釣ったいけない前にね、写真ありますから。で、注意事項としてここね、足元がね結構滑りやすいのと、岸からもうドンブカで2メーターありますから、今水温は14度、落っこっちゃうと溺れちゃったりして危ないから、まあ釣りもそうだけど安全第一でお願いしますね。何かあったら私この辺にいることが多いし、電話番号もちょっとこう書いてあるんで電話してください。西坊釣り具店で、検探隊隊長さんからのご連絡でいただいたおすすめの長さ4m50cm さんを購入しました。ルーの前竿です。ルーの好きな青い竿、青色の竿にしました。で、仕掛けの付け方なんかも隊長さんに教わりました。今日はブドウムシ、餌はブドウムシと白刺しの大きいの持ってきました。あと寄せ太郎っていうネギ餌みたいのを持ってきてます。これですね、寄せ太郎、ブドウムシ、そんな感じです。釣れるかな、ぴょん、ブドウムシです。こんな風になってます。話してもうすぐ1時間が経とうとしております。隊長も言ってました、巻き絵を巻いて1時間ぐらいがしたら釣れ始めるかなとのことです。さっきからね、ちょっと大きいね、お魚がね、目の前をね、気持ちよく泳いでってるんですよね。コイか、ヘラブナか。沼秩父が釣れました。なんとグレコさんが来たおかげで来てくださった。3匹以上釣った人、前に出てきて、出てきて、3匹以上、もう4匹以上の人。おお、すごいじゃん、ニジマス4匹も釣った、こいつすごいぞ。おい名人、ここまで。さすが必勝商品ですか。優勝商品だよ。4匹釣ったから優勝だよ。4匹釣ったから。本当ですか。本当ですか。どう、これすごいいいやつだからさ。ありがとうございます。やったー、やったー、やったー。ニジマス4匹、これでニジマス釣り大会が成立しました。皆さんありがとう。じゃあ次、ヤマメ釣った人いたな。ヤマメ、おーやったー。これちょっと見せてくださいよ。これちょっとさ、測ろうよね。これほら33ぐらいある。やったー、天然だよこれ。腕のなせる技だね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。コイカを一番たくさん釣った人。コイカ釣った人。おお、すごいよ。俺も3匹釣ったんだけど、俺と同体同着だ。でも俺は別に権利ないから。おめでとうございます。すごい。コイカ、この中から好きなの一着取ってくださいよ。はいはい。おめでとうございます。すごい。濁い勝負です。おいーさあ、こっちの、うん、ちょっと待って、ちょっと微妙だな。長さ同じだな。じゃあ重さでいこう。なんか重さだな、もうこうなってるもん。じゃあね、まず最初の方のダダダダダダダ、28から3ぐらい、ちょっといい。じゃあ、お二方目だーん、2.同じ、あ、31、こっち31の方が大きい。あ、こっちの方が大きいな。31だ。3から31です。3から31、君だ。決定。はーい、おめでとう。初で決定。おめでとう。おめでとうございます。やったね。すごい、2匹も釣ったんだよ。なあ、やったじゃん。
君は確か大磯でもって俺に道具を自慢したみたいな。やったなー、また負けちゃったっていうか、またやられちゃったよ、してやられたぜ。あー、おめでとう。ニジマス釣った人、ニジマス釣った人全員にステッカーハト、ステッカーセット、おめでとうございます。秩父、こっち沼秩父、これあ、これも沼秩父、みんな沼秩父、こっちは沼秩父、4人いた、やったー、沼秩父4人、よし、じゃあこれは全員ですから、はい、じゃあ新宿小学校のゴールド天山隊ステッカーです、これね、これです、可愛いんだよね、沼秩父。じゃあ、はい、じゃあ撮ってください、1枚です。はい、おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。ください。それと、今日ね、あの、まあ、YouTuber の、あの、超人気 YouTuber、世界的 YouTuber の、あの、魚肉ソーセージさんと、あと、クマさんなんかが、クマさんどこ行っちゃったのか知らないけど、あ、いるか、が、ネギと、あの、チヂミ持ってきてくれた。ネギ、カモネギじゃなくてカモネギ、ネギシジミなんで、それをちょっと試食会って形であっちであるんだよね、はい、ありますそれも時間のある方は、まあ皆さん分ちょっとずつあるはずなんで、あの食べてってください。ということで、チヂミの味噌汁がございます、うん、ということで、ね、今日はお疲れ様でした、はい、じゃあこれにて一応釣り大会は終了します。ありがとうございます。どうもありがとうございました。なんかとってもいい匂いがします。なんでしょう。じゃあ魚肉さんのしじみ汁です。いただいちゃいましょう。深谷ネギでございます。美味しそう。魚肉さんのしじみ汁です。とってもいい香りですよ。いただいてみましょう。すっごい出汁効いてる。美味しい。あったまります。いやー。しじみ、しじみだよ。うん、おいしい。一緒の金魚ショーの方から一匹お仲間を譲っていただきました。じゃあこの子もおいしくいただきます。ありがとうございます。はい、金丹大さんの釣り大会からラビットで帰ってきました。金魚ショーで沼秩父が1匹釣れました。1時から4時までの釣り大会、3時間で1匹。でもね、いいんだ、かわいいお魚さんですけど、それ食べちゃいます。えへへ。いつものお店に持っていきます。はい、沼秩父です。まだね、お水ちょっと入れてきたんでね、パクパクしてるのちょっとかわいそうだけど、でね、プーが釣ったのこっちなんですよ。でね、大きなこの子はね、お隣でね、釣りを一緒に参加して、されてたあの方が、どうぞーって、いただいちゃったやつです。ありがとうございます。これからブーの胃袋に収まります。ごめんなさい、沼秩父さん、かわいいの。おいしそうですね。こんなにいっぱい釣れればいいのに、なんちゃって。さあさあ、いただきますよ。こちらは赤貝です。ちょいちょい、いただきます。とっても、沼秩父、おいしそうな天ぷらになりました。なんとブーが釣り上げたちっちゃい方には卵が入っていたそうで、こっちはいただいた沼秩父さんです。ありがとうございます。
じゃあいただいちゃいましょう。しかもまだ都内じゃ残ってるやつらはまだこうやって交流してんのに、ちっちゃいよ。自分は監督いなくなってる。ちょっとね、腰をつけて。いただきます。本当だから3人じゃすげえ監督してる。たまに違う。俺本当監督、それはもうでも引退してから気づく。千葉帰る。おいしい。あんなに可愛くて、ちっちゃくて、おいしい。だってみんなサークル入ったかと思ったらすぐサークル行かないと思って、田中もまだサークル入ってるから全然行ってない。はい、今日は、ケンタンタンさんの釣り大会で沼土地部釣りました。あのね、沼土地部ね、とっても美味しかったです。なんですかね、この天ぷら、サクッと、ほわっと、ジューシー、また食べたいですね。またラビットでそこに釣りに行こうかな。さてさて、次は何を食べましょうか。お楽しみに。